こんにちは、 J1BJT です。2023年10月31日ですけれども、メンバーシップ開始のお知らせです。本日から YouTube チャンネルのメンバーシップを即日開始いたします。メンバーシップ開始の目的は、 BJT 局のが頑張ってるからコーヒー一杯ぐらいおごってあげようかなと、そういうような、ね、発想で応援してくれるファンの方向けに開設いたします。でメンバーシップの特典なんですけども、メンバーシップは当初は1種類だけ、こちらで始めようと思っています。で最初にメンバー用のバッジっていうものがつくんですけども、これメンバーの方がコメントとかするときに自分のねバッジがつくらしいんですけども、まあ、こういうねバッジがね、最初だとこんな風に、少し時間が経つとこんな風になるっていうようなものを作ってもらってます。でこういうものがね使えたりするっていうのが一つあります。で次にね絵文字なんですけども、まあ、こういうものをね用意しました。当初は4種類しか使えないんで、まあ、これだけなんですけども、メンバーの方がね増えてくるともう1種類とかねどんどん使える数が増えるらしいんでね、もう少しバラエティがね増えると思うんですけどね、4つしかね最初使えないんでね、73とかねグッドモーニングとかね、こういうものをねちょこっと作ってみました。で次に写真や最新状況、まあ、日々の無線の活動を Vlog といってね出しているんですけども、動画を編集して出すまでにねどうしても時間がかかるんですね。そういうのがあるんで、今何をやってるかっていうことをねなるべくタイムリーにお伝えしたいと思ってるんですけども、なかなかできないと。 TwitterX でね書くことはあるんですけども、 YouTube の中でそれが伝わってるかどうかっていうと、コミュニティ機能を使って投稿したりもしてるんですけども、チャンネル登録してる人にもなかなかねタイムリーにはね情報伝わってない感じがするんですよね。例えばこれはこの間ね自分で自作のバランを作って河川敷に行ってテストしてみましたみたいなのもやったんですけども、まあ、こういうのもね今こういうことをやっていて、この後これについての動画が上がりますよとかね、そういう予告になるものと、あともう一つ、これ先週言ってきた未登山でのソータの運用ですね。私ハイキングそんなにね自分の能力が分かってるわけではないので、当日ちゃんとねあと無線運用ができるかどうかってねなかなか確約できないんで、ソータアラートも山頂の手前で携帯電波が届く最後の場所でねソータアラート30分前ぐらいに入れたりとかしてたんですけども、あの不特定多数でね TwitterX に向けてね書くのはちょっと恥ずかしいんですけども、まあ、メンバー登録してくれるような、ね、方に事前にねこういう予定で行こうと思ってるんだっていうことをねお知らせするってこともできると思うんで、オンエアする可能性のあるね時間帯とかねバンドとかってものを、まあ、事前にアナウンスすることもねできるんじゃないかなっていうふうに思ってたりします。次にね新しい動画への早期アクセスっていうのがあるんですけども、無線自体がニッチな領域だと思うんですけども、さらにもっとね狭い領域の動画を出していることが結構あります。まあ、自分が好きでやってるんでね出していいじゃないかって話もあるとは思うんですけども、なかなかねそういう動画っていうものはねニーズがとても少ないとか、まあ、見たこともないっていう人もねいらっしゃるんでね、そういったところに対してはメンバー向けにニッチなね領域の動画をね先にね提供してみるであるとか、あと場合によってはね、まあ、こういったね Mac でやってるんですけども、ほとんどの人がね Windows ユーザーで Mac を使ってって話はニッチすぎるんでね、こういったものとかっていうものもどういうところを説明すればいいのかっていうのはねなかなか難しいんでね、そういうものもねメンバー向けの方でねニーズがあればね、追加の動画をね作ったりできるんじゃないかなっていうふうに思ってたりします。あとはメンバーへの呼びかけ、コメントへの優先返信ということで、メンバーの方からいただいた質問とかは優先的に回答しようと思ってます。今現在もほとんど全ての質問とかコメントには返信は入れてるつもりなんですけども、メンバーの方からのものであれば優先して回答するようにしたいと思ってます。場合によっては例えば CW のここの部分がわからないとか、ここはどうなってるんだみたいなところについては短めの動画でねそれを回答するってこともできると思うんですよ。どんなことが知りたいのかっていうのは人によってニーズが違うんでね、その対応っていうのは想定して先回りして動画を作るってことはできないんですけども、メンバーの方からいただいたねあとリクエストみたいなもんですね、こういうものは今後の動画作成のヒントとして活用させていただきたいというふうに思ってます。メンバーシップは本日から開始します。費用は月額490円、まあ、コーヒー一杯ぐらいはおごってあげてもいいかなと思っていただける方にね、入っていただければというふうに思っています。で当初はね人が集まるかどうか、まあ全く未知数なので一つのそのベシクっていうものだけでね始めますけども、参加者として集まった方がねどのくらい集まるのか、あとどういう
人たちが集まるかによって少しずつねサービス内容については改定していきたいというふうに思っております。ということでね、よろしくお願いします。まあ、BJT をね応援してもいいかなと思う方はぜひメンバーシップにご登録ください。よろしくお願いします。